台風8号の接近に伴い独自の避難指示を発令している熱海市の土石流の現場で今朝も捜索活動が始まりました。午前8時過ぎです。今パラパラと雨が降ってきていて上空を見ますと薄暗い雨雲で覆われています。今日も熱海市では総勢700人で重機を主体とした捜索活動が始まりました。昨日新たな救助者はおらず、これまでに土石流による死者は21人で、現在も6人の行方が分かっていません。市は台風8号の接近を受けて昨日から熱海市伊豆山の木谷地区、中道地区、浜地区に市独自の避難指示を出しています。市によりますと午前9時現在で77人が避難所にいるということです。